年末年始に首都圏で行われる全国高校サッカー選手権の組み合わせ抽選が行われました秋田代表ユリ本ン上司の西目は来月29日の1回戦で宮崎代表日照学園と顔を合わせます過去4年はリモート形式で開かれていた抽選会今年は5年ぶりに各校のキャプテンや監督が東京日本テレビに集い開催されました 秋田代表由利本城市の西目は先月の県大会決勝で秋田商業を破り12大会ぶり14回目の選手権出場を決めました。それでは最後の抽選です。秋田県代表県立西目高校予備抽選の結果全国48の代表校のうち48番目最後の抽選となった西目。 県立西目高校トーナメント番号33番に入ります C ブロックに入りました日照学園との1回戦が初戦です 相手は宮崎の日商学園三年連続十八回目の出場でキャプテンの高岡選手は今年十九歳以下の日本代表に選ばれたほか高校卒業後イングランドプレミアリーグのサウサンプトンへの加入が内定していますま県立西目高校堀田選手にお話を伺っていきます日商学園と試合できることがうれしいです目標はベスト十六ですけど 目の前の一戦一戦にこだわって試合していきたいと思います。全国高校サッカー選手権の開幕は来月28日です。西目の初戦は翌29日日曜日千葉県で行われます。ありがとうございました。続いてお願いします。日商学園とは10年前の9。3回大会で荒谷が対戦したことがあります。 来月29日日曜日午後2時10分キックオフの西目の初戦は ABS テレビで実況中継でお送りします。